こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。サンドラ・ヘペリンです。よろしくお願いします。お願いします。マキシの友達です。今日は、ストレスについて話していこうと思って、でドイツ人はストレスとどう向き合うか。うん。で、まあ、その話をちょっとしていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、多分ね、ドイツと日本って言っても、ドイツにも日本にもいろんな人がいるから一概に言えない部分はあるんだけど、ただね、一つ言えるのはドイツ人の方がいっぱい歩くんですよ、うん、だからなんか例えば考え事をしたいなとか、なんかちょっとすっきりしないなっていう時は結構ドイツ人はすぐね、外を歩いてもうお散歩さ、お散歩してどこかに行くとかそういう目的がある場合もあるんだけど、まあとりあえずその歩く、うんうん、で歩いて歩きながらその考え事をしたりすると体の血の巡りも良くなるし、ちょっと頭も冴えてくるから、なんか家でこうなんだろう、パソコンの前で考えてるより全然いいし、であとね、まあ、早く寝る、散歩して早く寝る早く寝る、そう、それはねあって、まあ日本人でね、散歩みんなしないっていうわけでもないし、日本人で早寝してる人ももちろんいるかもしれないんだけど、やっぱ傾向としてね、ドイツ人の方がよく歩く、よく寝るっていうのはやっぱりどうしてもあって、やっぱ疲れたら帰って寝る、うん、そうそう、この疲れてるから、うん、顔を相手に見せずに一晩寝たら大体の問題は治るから、そうそうそう、そう、あとはね、ドイツの女性はヒールを履かないっていうね、うん、私の本にもちょっと書いてあるんですけど、興味ある人はリンク貼ってあるんで、下のね、この動画のね、この右側にクリックして概要欄が見えてくるじゃん、今クリックして、そうそう、でこう見て概要欄にクリックして、で本のところにクリックすると Amazon のページに飛んじゃうから、まあ気になる人はぜひ、ね、あ、続き、うん、それでちょっと本の中にもね、うん、書いたんだけれども、やっぱりね、こうどうやったらこう幸せになるかとか、どうやったらストレスを感じないかっていうね、うん、もういろんなその本とかウェブサイトとかいろんな情報があるんだけど、やっぱりね、一番大事なのはなんかね、自分が何をしてたら一番楽しいかっていうね、自分で見つけなきゃいけないんですよ。だから本当にそれってすごい大事で、でそれが分かるとこうストレスもたまりにくくなる。例えばね、具体的な例で言うと、これは本にも書いたことでもあるんだけどね、まあ、ある友達がね、こう言ったんですよ、こう、まあ、金曜日の夜とか、うん、そういう時にね、お家じゃなくて、うん、まあ、ちょっと名前は言えないけど、そのよくあるようなこうチェーン店で、うん、こうささっと食べれるような15分でこう、うん、なんかカレーでもラーメンでも頼んで15分でパッと食べて帰るようなお店いっぱいあるじゃない、うん、そういうチェーン店ね、はい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 、で例えば金曜日の夜にそうやってそういうところで一人でね、うん、そういうカレーライスを食べてる女性って、あれはちょっと惨めだよね、私はそういう風にはなりたくないっていう風に私の友達に言ったのね、うん、だからね、だから、ね、その人にと、その友達にとってはそうやって金曜日の夜に一人で食べてるのが惨めっていうことは、彼女はやっぱりね、この家庭を持って食事はこうみんなで一緒に食べるっていうのが彼女の中ではこう幸せ、うん、だからそれはね、なんかそういうのを自分で知っておくと、あ、私はそういうタイプなんだって分かるし、で私はね、そういうところはあんまりちょっと逆で、うん、なんかね、私はむしろね、こう仕事がすごい忙しくて、そういうね、さっと15分で食べれるようなそのファーストフードとか定食屋さんで食べても全然ね、それは惨めだって私は思わないよね。だからそれは多分私の価値観で、何をしたら自分が惨めに思うとか、どういう状況になったら自分がハッピーに思うとか、うん、分かっておけばこう無駄なことをせずに済むっていうのがね、すごいあると思う、ね、マクシはどう？あとね、人によってやっぱりそのストレスの発散のやり方が違うので、私はそれで最近バイクにハマってるので、一人でもバイク乗ってみるとか、あとはいやでも疲れたらなんかこう休憩をする、自分にとってもう無理をしないと心をかけて、なんかそのなんか休憩をすることを意識する。だからもう携帯だけいじったらずっと仕事のことを考えちゃうと、そうじゃなくて
もう仕事のことを考えられないことをやってみる。あの最近は例えばパズルとかやったりとか、そう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 。いいね。音楽聴いたりとか、なんかね、私やってみたいことがあってまだやってないんだけど、なんか塗り絵、なんか、ね、大人の塗り絵があるみたいで、あれをね、なんかあの塗っていくとすごくね、すっきりするんだって友達が言ってた。でもなんかそのストレスっていうよりなんか不安はどうやって向き合うんですか、その不安？うん。不安ってなんかやろうとしたけど、なんかその自分のやろうとしてること達成できるかなってすごい不安になって、動かないと達成しないけど。あ、それはあれじゃないですか、なんか一歩をやってみればいいんだか、例えばなんだろう、すごくその、まあ何でもいいけど何かをねやろうとした時に、じゃあ例えばそのエアロビをやろうってなった時に、うん、そうやって最初からこう3ヶ月、6ヶ月、1年とかそのハードルを立てないで、あとどこのね、あのクラスのハイレベルまで立てないで、とりあえずあの月に1回行けばいいかなぐらいのあれで1回踏み出してみる。でそれで楽しければ続ければいいし。なんかこの前ハーフマラソンを申し込んだんだけど、時間制限あるのよ。だからゆっくり走ったらアウトになっちゃうの。あら、あら、私には向かないわ。で、あの今回はね、私は最後まで走れると思って、もすごいそれがストレスになってプレッシャーにかけて、でやっぱり走り出したら10キロ達成したけど、10キロのところに割りかけて歩き出したらもうアウトだよ、これはバス移動だってなって、でも振り返してみると、なんか携帯で音楽変えるとか無駄な動きせずに、もうプレイリストを決めておくとか、次やるときはなんかもうちょっと違う靴履いてみるとか、だから結局目的を達成しなくても、まあ次やるときはこうしたらもうちょっと良くなるんじゃない。心構えができるってことね。そう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 。でもなんかすごい不思議なのよ。だからその初めてやったときはもうやるやるやる、最後まで走る、もうやる気満々で申し込んで、一回走ったことある人は、いやこれは大変なことなのよって言い出して。で2回目の方がこう申し込む時に私はこうドキドキしたというか、こう何をやろうとしてこう、でもやっぱり続かないと、もうそのこう達成できなかったままで終わっちゃうんで、だからちょっと調整しつつ続ける。だからやっぱり自分の目的が大きすぎると、まあそれを達成しようとするとこうストレスを感じなすので、そうちっちゃいところからね、うん、だから変な話ね、例えばお勉強とかだったら、こう前の日にこうノートを、ね、開いて置いておくだけでもいいと思うそれももうね、あの勉強の一歩。そう、ね、ちょっとずつ。そうで、あのあとまあ、あの気になる人がもし言ったら、あのドイツ人の女性はシルは履かないっていう、そういろいろストレスについても書いてるの で楽しく読んでいただけると思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。